眼科の平松です。今日はブドウ膜炎の治療の中の生物学的製剤といってレミケードっていうお薬についてお話します。別の動画でヒュミラっていうのを説明してるんですけど、ヒュミラの方がめちゃくちゃ使いやすいだけど、レミケードがまあ先に出てきて本当にこう時代を変えたといいますか、まあ、それまでブドウ膜炎ってもうどうしようもないよねっていうような病気が結構あったんですけど、レミケードを使えることによって結構落ち着くじゃんっていうのが我々の印象として出てきてると。レミケード、抗、ヒト TNA-α モノクロナル抗体製剤で、ベーチェット病にだけしか使えないんですね。で、まあ、8週間間隔で使うようなお薬になります。基本的には TNF-α とかっていうのは体の中のサイトカインつって、まあ、体の中のまあ化学的な物質みたいなもんで、炎症に関連して出てくる物質、まあ、それをある程度抑えることによって炎症を起こさせないようにするっていうのはいい点なんですけど、悪い点としては、まあ、例えばそれに感染があったりするとそれが悪くなる。まあ、例えば実は感染が原因のブドウ膜炎なんだけど、感染じゃないとかベーチェットと間違えてレミケード使っちゃったらうわっと悪くなるってことがやっぱあり得る。なんでかっていうとね、ブドウ膜炎の診断って、まあ、結構難しいところあるんですよ。なので、まあ、ちょっとそこがこのお薬の使いにくいとこです。で、ちなみにレミケードやヒュミラって、いや私の主治医は使おうって言ってないから使えない状態って思ってるかもしれないですけど、新しいお薬で今言ったように使いにくいんですよ。もっと言うと総合病院の先生だったらまだ使いやすいけど、普通のクリニックとか眼科にいると使いにくい、まあ、めちゃくちゃ使いにくいので、まあいいか、ステロイドとか他のでどうにか行こうよってなりがちなところがあるので、まあ、レミケードとかとベーチェットの場合はね、レミケード使って、ベーチェットじゃない場合は使えないわけですけど、ヒュミラとかああいうのってなんか聞いたんですけどどうですかって聞いてみると、うん、まあね、それもあるんだよねみたいな感じになることもあるかなと思います。まあ、結構ね、医者としては使いにくい薬、ただ、まあ、結構効くときは効くので、内科の先生にお願いしながら使っていただいている患者さんもいらっしゃいます。ご参考になれば幸いで、今日の動画がいいなと思ったらなんかコメント書いてくださったりとか高評価ボタンを押してくださればと思います。他にもこういうのがいいなと思ったらそれコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。